記念碑も建てられている日本で尊敬されている海の母、英国の藻類学者キャスリーン・メアリー・ドリュー・ベーカーにとって必要がありました。食用海藻に関する彼女の研究で知られています。影響を受けました。彼女は1922年にマンチェスター大学を卒業しました。そしてそこでは暗号文と藻類を研究する必要があります。彼女はハワイで勉強し、あなたと私でさえ助けてくれるでしょう、高層のライフサイクル、単に崇高な、日本人は布告しました。味つぼみの幸せ、私たちはみんな同意しました。1949年にキャスリーンの研究は、顕微鏡のコンチョセリスがポルフィラが挙手的である生物の2倍体段階でした。海苔素晴らしいも、商業栽培のために美味しい科学的遺産、寿司に使われますと、他の日本料理の定番、彼女は遺贈しました。1952年に英国生理学協会の共同創設者であり、成し遂げられた素晴らしい証書です。